まあ、また買ったんで、8パック開けていきます。いやーねー、正直ね。まあ、キャプテンアンサーとか出てくると思うんで、それを期待して、バディレアを期待しましょう。アジダハーカーとか。今度こそ勝つ。ヘビーアーマードラゴン。ルナシーワンド。ドラゴン。アーマナイトイーグルエース。まあこれ弱かったですね。そこまででもなかったです。レンコーが先。はい。まあ強かったですね。これ強い。ああ、これ結構お気に入りです。まあ知ってる人なら強いって感じますね。さっきのは。じゃあ2バック目。10ポイント来い！バシーン！なんちゃっていい。はい。スレイマン、こいつ強いですね。まあ、1パック6枚入りなんで。あと、こいつ結構かっこいい。で、しかも、まあまあ強いです。ソルガード持ち。ただなぁ。3パック目。ああ、これ強いっすね。おお、アミーゴか。まあいいとは思うけどね。はい、アーマナイト、リーサルドレイク。まあさあ、そうっすね、大して強いわけじゃない。サノスケ。あ、おーっしゃー、やっと3枚目元取ったし、しかもタスク。うわ、嬉しい。光り方がバディのタスクすげーかっこいいっす。これで元取れたし。いやー嬉しいわ。ようやくなんか報われた少しだけ。もうあと3パック開封していきましょう。昨日のね、ハチボクサー何だったんだっていう。まあ、月影ぐらいでしたね、唯一。あと、テンペストと、スパルタンとバディにする必要ってあったのかっていう。確実に埋め合わせですよね。あれは無駄だなって思いました。まあ、18種にして、いろいろコレクターから集めるっていうのが基本ですからね、そのブシロードの。あとね、あと3パックありました。すいません。まあ、まあね、まあもうタスク出たんで言うのはやめましょう。もう結構良かったっす、今回。なんとか8パックで手に入れたってのが嬉しいっすね。リンク。名前までパクったか。これは刀ではかなり優秀です。というか、刀で攻撃力が8000でしたっけ？そういう高い攻撃力を持つ刀ワールドは難しいんで。しかも低予算、低コストで、その強さ的に考えればもうかなり中の上ぐらいですね。あとこれも優秀ですね。はい、ラスト。ま、ほぼガチレアパックなんで。アマゾンの画像にもガチレアいっぱい出てくるって書いてあったんで仕方ないです。まあこれも微妙ですね。まあこれは強いですね、唯一。はい。はい、まあね、タスクのバディレアが出ました。もう今回満足です。別に言うことはないです。こちら。最後に開けて終わります。またかい。まあ嬉しかったっす、今回ね。はい、じゃあまあご視聴ありがとうございました。 Thank you very much YouTube。